喧嘩しました。勝ち股されてた。勝ち股されてたって。勝ち股されてた。やだリアルな勝ち股。やだ。じゃあその彼氏に一言、元彼に。元女の子大事にしてください。よっよっよっ。じゃあ自分たちが生まれの誕生日に親がいつしたのか、親がいつ受精したのかっていうのを調べました。そしたらどうでしたか。9月、3月、1月とか12月じゃなくて、1月か、2月だっけ、4月の人がクリスマスにやるって言ってて、やばいな、そういうのじゃなくてよかったな。あ、これいけるわって思ったら、いきなり耳を舐めます。あ、でもこれはね、本当に完全にいけないときにやっちゃうと本当ただの犯罪なんで、見極めが本当下手な人は一生やらない方がいいと思いますよ。チャンネル登録お願いします。